はい。吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は算数嫌いは4年生から始まるについてお話しさせていただきます。はい。えー、少し古い論文なんですけども、広島大学心理学研究第2号2002、児童の算数学習への意欲と関連要因という論文を読みました。まあ、この論文今でも読むことできますのでね、ぜひこのキーワードで検索をかけてみてください。えー、まあ、結論ですね。この論文の結論は、 算数の意欲好感度は4年生の頃から低下が始まり6年生になると著しく低下するとこの意欲好感度に大きな影響を与える因子が理解度と肯定的算数感であるということですよねじゃあ理解度って何かとこの論文の中ではですね、理解度というのは授業がわかる計算できるテストで良い点数を取るなどであると 一方ですね、肯定的算数感については、算数の学習が役に立つ、大切だという学習感であると、こういうふうに定義されていました。えー、ちなみにですね、えー、ほぼその通りだなと思いました、4年生の頃から確かにね、算数嫌い増えます、2桁のね割り算の筆算あたりからね、できなくなる子が増えてきてね、テストでね、非常に低い点数を取ったり、やる気をなくしたりする子が増えてきますね。 で、6年生ぐらいになるとね、もう、ね、学力差ができちゃって、もうやる気なくしちゃってるなんていうことがね、確かに、えー、現場ではありますね、まあそう考えると、ですね、意欲交換度に大きな影響を与える因子が理解度というのはうなずけますね、えー、それから肯定的算数感と、これはね、ちょっと私、考えあるんですけどもね、まあ、初めに言いますとね、やはりね、あの算数っていうのは、できた、できないのは、はっきりする強化ですよね。 で,できているうちは子どもたち大好きなんですね。ところが、ね、難しくなってできなくなっちゃうとやっぱり嫌いになっていくように思いますね。で、肯定的算数感というのはですね、えー、算数の学習が役に立つ、大切だということですよね。大切だということは、ですねこれは親御さんにも言われてね、それから授業時数も多いですから、子どもたちは分かっていると思いますが、役に立つというのを、ね、理解させるのはなかなか難しいと思いますね。先生方、どうですか。中学校の頃でもね、 役に立つっていう実感もそうはなかったんじゃないかと思うんですよね。実はね、そういうことを考えてですね、文章題っていうのが作ってあるんですよね。子供たちの実生活の中から算数的課題を見つけ出して解決させると。ですから、あなたたちのやってることは、例えば買い物に行ったときに、ほら、お釣りの計算に役に立つでしょうと、こういう意図で作られてるんですよね。えー、ですからね、まあ一応そういう配慮は教科書っていうのはできてるんですよね。このあたり、日本の算数の教科書も大変素晴らしいことなんですよね。 かつてね算数の研究授業を見たときに自分たちの生活に役に立つということを理解させたいということですよね。子供たちの身の回りにある生活の中からね算数の課題を持ってこようとする授業を2日見ました。これはですね難しいんです。実際、生活にあるね数字というのは押しやすい配列になってないんですよね。グラフ1つ取ったってね綺麗に比例するようなグラフってないです。えー、それからね例えば、足し算の筆算を教えるとしましょう。 算数の教科書ならね繰り上がりのないところが始まって繰り上がりが1つ、そして繰り上がりが2つ、まあ、間に0が始まるという風にしてねステップを踏んで指導してるんですけども実生活の中でそれ見つけるの難しいですよねだからあまりにもね実生活に入り込みすぎると結果的にね難しくしちゃうんですよね、えー、難しくしちゃうと授業がわかるっていう部分が下がってしまうんですよね。 このあたりをどう考えるかということがとても私は重要だと思っています、えー。ちなみにですね、えー、この論文ではですね、こういった問題を解決するための提言をしていますね、えー。一つはね、つまずいてやる気を失っている子への支援が必要と。これはおっしゃる通りだと思いますね。二つ、集団思考や児童相互の関わりで友達から学んだり、共に高まってくるような学習感を育てると。これも私、おおむね賛成ですよね。 もうバカみたいに、ね、ドリルばっかりやらせて、ね、子供たちの意欲をなくすような授業は絶対賛成できませんね。やっぱり、ね、みんなで勉強していこうね、賢くなっていこうねというような、ね、気持ちを育てていくのは大切だと思いますが、えー、グループ学習や、ね、話し合いにこだわりすぎると結果的につまずいている子を置き去りにしてしまいます。このあたりのバランスが非常に重要です。 えー、3つ目ですね、自分でやり方を発見したり、自分で学習を振り返るなどの学び方を習慣する。これもとても大事だと思いますね、えー。ですがね、これもですね、自分でやり方を発見部分があまりにも強調されすぎると、つまずいてる子がやる気を失っていく授業になってしまいます。えー、ボンといきなりね、課題を与えて、はい、自分たちのやり方で解いてごらんなさいっていうのはね、もうつまずいてる子にとってはね、もうね、もうお手上げ状態からスタートになります。 えー、まあ、こういうふうな形にはならないような配慮がやっぱり教師は必要ですよね。えー、まあ、ですがねその学び方、学び方ってよく言うんですけどもね学び方って結局ねあのお手本を真似てやってみて自分なりのやり方に到達していくというのが私は基本だと思いますね、えー、例えばねアクセス難解なソフトで有名なんですけどね私、かつて使ってました。 これどうやって学んだかというと、もちろん研修会にも行ったんですが、本を買ってきて、ね、そのマニュアルを見ながら、ね、一つ一つそのマニュアル通りやってみて、それから応用発展させていきたいと思いますね、えー。高校の受験なんかも、ね、大学の受験もそうですよね、練習問題買ってきて、まず例題解いて、えー、解説見ながら解いてやってみて、で、自分で問題を解いてみると、うん、漢字を覚えるにしたってみんなそうだと思うんですよね。とこころがですね、なぜかこの… いきなりね、自分でやり方を考えなさいなんてことを授業でやっておくるわけなんですよね。ですから、これらのことを総合して考えるとですね、私はやっぱりね、教科書を中心とした指導がよりベターな方法だと思いますね。えー、ねあのドリルばっかりにならないような考える部分ね。 えー、友達とおしゃいの部分なんかも取り入れながら、えー、教科書を中心にやっていくと、で教科書は、ね、元々がですが、ね、例題、答えがついてますね、でも答えがついてもわからない子がいます、で、類題をやって、類題の中で,です、ね、集団思考だとか相互の関わりを作ることができます。 で、最後は、えー、自分が問題を解いてみて、えーねえー、反省をすると、こういう流れでやっていけば、自然と学び方も身についていくと思いますね。取り立てね、いきなり冒頭にね、生活の中から見つけ出してきたような難しい課題をぶつけてね、えー、つまずいているこのやらきをね、さらに失うような授業をする必要は、私自身はないというふうに思っています。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。